き合いは何なのかというと、ひとえに中国の核ミサイル開発ですね。中国の核ミサイル開発に成功して、今の北朝鮮と同じように貧乏な国だけれども、極めて貧乏な国だけれども、とにかく核開発をそこにもうかけるんだということを毛沢東が判断をしたわけです。これに関してものすごく分かりやすい本が、もう何年も前の10年近い前の本だと思うんですが、あの日本核武装入門というこういう本があります。これ漫画、平松志郎先生の、中国のこの先生、私活動を始めた頃何度か講演をお願いしたり教えてもらったりするんですが、したことあるんですが、元防衛省の研究所の方で、中国を専門でずっと研究をしてて、もう講演とかいろいろ話をするとすぐ愚痴が出てくるんですけれども、もう私のやった中国の研究は結局一つも政府に使ってもらえなかったっていつも愚痴を言うんですね。もうこんだけ警告をずっと鳴らしてきたのに、もう日本は終わった、日本は終わったっていつも言う方なんですけど、これ漫画ですので、よろしかったらちょっと回してみて、よろしかったらどっか探して、買って読んでください。かなりものすごい分かりやすく勉強になります。まあ、中国のすごいところは、もう最初1970年代の頃って、私も中国ってのはもう貧乏な国だって思って、まあ、悪い国だけども貧乏な国っていうイメージがあったんですね。まさか爆買いで日本に来るようなことになるなんて夢にも思わなかったですし、で当時の専門家とか軍事専門家の人たちも、中国がまさか開国保有国の本当になるっていうのはですね、思わなくて油断をしていたわけです。でこの核、まあ、当初はロシアから技術をもらうという話だったんですけども、フルシチョフと会談をして、フルシチョフがこの毛沢東はヤバいやつだと思ったんですね。こいつヤバいやつだと、この漫画に書いてあるんで紹介しますと、当初ですね、ソ連はやっぱ核、フルシチョフは核はもうできるだけ多くの国には持たせたくないというか、拡散したくないと、こんなのいろんな国が持ったら人類が滅びてしまうから、もう日本、アメリカとソ連で、ね、だけでなんとか、それだけでヒーヒーハーやってるから、もうそれ以上広げたくないと、だから中国は核持たなくていいですよっていうような話をしたら、毛沢東に言ったら、いやそれだと いつまでもソ連の言いなりに国になってしまうと、まあ、日本の政治家に聞かせたいですけどね、このままだとソ連のもうコブみたいな国になっちゃうから、そうじゃなくて偉大なる中華民族は自分で核兵器を持たないといけないんだと、ということで自分で持とうと。でその時に、まあ、フルシチョフが断った理由は、毛沢東が我が国は人数がたくさんいるから、たとえ核戦争になったとしても3万人死んだって、また数万年数またしばらく経っても元の人口に戻るから、別に核戦争やったっていいんだっていうようなことを言ったっていうんで、こいつは狂ってるとフルシチョフが思ったらしいです。で最初の原爆実験、これが1964年10月、はい、日本は何をやっていたでしょうか。東京オリンピックですね。東京オリンピックの祭典をやっていることに、中国は核実験をしました。その時に日中友好協会というのは日本にあったんですが、何をやってたかというと、日本は一生懸命核反対の運動をしてたんですね。日米安保条約で、いろんな原戦が来たりすると、原戦出てけとかって核反対ということで、この頃から非核アレルギーの洗脳を中国は日本に対して、自分たちは核開発をしながら日本は核アレルギーの国にしてたわけですね。1972年4月人工衛星の打ち上げに成功、米国大陸には到達しないが、日本その他の中国周辺の米国の同盟国とそこにある米軍基地を攻撃できる中距離弾道ミサイルの完成と。1970年4月、はい、その頃日本は何をやってたでしょうか。大阪万博、大阪万博で盛り上がってる頃に、まあ、村田春樹先生が午前中参加して、村田先生のお話ですと、中国は逆に日本がアジアでオリンピックをやって脚光を浴びてる時に、それに冷や水をかぶせるためにこの1964年10月に任せに間に合うように開発を急いだと。で人工衛星の打ち上げも日本の万博の幸せを浴びせるように、間に合わせたということを言っておりました。まあ、こういうことが裏では起きてたわけですね。この
先ほどのこの4つ常任理事国連の常任理事国になったこと、アメリカが急に今まで敵視政策をやって中国包囲網を作ってたんですけれども、今度は逆に中国と その国交回復の方に動き始めたこと、そして、アメリカにつられて日本は 日中共同声明を出して、で、沖縄が復帰をしたのは、これは、まあ、今まで何度もお話をしておりますけれども、まあ、複雑な話、沖縄の祖国復旧大衆運動を始めたのは日本では自民党ではなく共産党であり、その共産党の裏には毛沢東の安保闘争 の一つの手段として沖縄の復帰運動、これを先導していたという背景があります。で、アメリカは中国は、復帰をさせ沖縄を復帰をさせて、そのまま日米安保破棄、在沖米軍撤去、これを成し遂げる予定だったんですが、佐藤総理大臣のウルトラ C である米軍の基地機能を残したまんま沖縄の指定権のみを返還をしてもらうと、指定権を返還してもらうと、もともと指定権だけをアメリカに預けてたんだから指定権を返してもらえばいいと、そういうので、沖縄の返還交渉をうまく成功することによって沖縄の復帰が実現をしたと、まあ、不幸中の幸いというか、次回の勉強会でお話ししますけれども、もう中華民国、中華人民共和国、そして日本政府、米国政府、この4カ国のいろんな思惑がぐる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 って複雑に絡み回って日米安保の延長と沖縄県祖国復帰が実現したという、こういう瞬間であります。この人工衛星の名前、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。中国が初めて打ち上げた人工衛星の名前、東方向1号というんですが、これをですね、なんか打ち上げた瞬間の動画らしきものをですね見つけましたので、私はこの時の中国が好きなんですね。中国はずっとこの時のままであってほしかったなという人民服着て、なんかあのまままさか爆買いに来て、なんか近代人みたいな格好になるとは夢にも思いませんでした。我国成功地发射了第一颗人造地球卫星。十四号报告，讲，准备完毕。好，六十四号报告，讲，六十四号准备完毕。好，三十一号报告，讲，准备完毕。好，三十六号报告，讲，准备完毕。好。这是光测、遥测、雷达、安全控制、时间统一起路、卫星跟踪等系统向指挥所报告工作准备情况。二十五号准备完毕。好。十三号准备完毕。好。六十二号准备完毕。好。十八号报告。讲。准备完毕。好。零一号各号十五分钟准备完毕。一分钟准备。なんか昔のゴジラの映画を見てるみたいな感じがするんですけどね。先導。点火！点火！
讲了。飞行，一二级火箭分离。动段的测量设备在跟踪测量，这些仪器实时地把测量数据送给安全控制系统，经过电子计算机的计算，在记录显示设备上显示出火箭按预定弹道准确飞行。南方各观测站在跟踪观测卫星，旋转小火箭点燃正常，相信符合目标，明白，飞向符合目标，明白，点子符合目标，明白，难道符合目标，明白，卫星已经准确地进入预定的轨道。卫星和三级分离。我国第一颗人造地球卫星发射成功的喜讯传向北京城，传遍全世界。今の動画、東方向1号の打ち上げの時の映像ですが、フィクションなのか特撮なのか私にもよく分かりませんが、言えるのは東方向1号でいろいろ検索すると、今のは古い映像ですけども、最近でもドキュメント番組っていうのが結構作られているみたいです。中国のチャイナの歴史にとってこの人工衛星打ち上げというのはかなり重大な、もう忘れてはならない重要な歴史というような位置づけであります。これがあったから、もしこれに失敗をしたら中国というチャイナという国は今みたいな巨大な、悪を犯すような国になるのではなく、もっと空中分解してバラバラで、もっと弱い国の集団になってたんじゃないかなというふうに思います。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、
西村晃祐先生ほかたくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。